最後に向かったのは前回も登った大霧山です。この山の中腹には銅鉱石が水や空気と反応してできた二次鉱物を採掘した坑道が残っています。トリスさん、岩がゴツゴツしているところに来ましたけれども、ここはどういった場所なんでしょうか。はい、ここは滝の下という坑道です。昔この険しい斜面で滝が流れていたと思われます。この坑道からは銅だけではなくてクジャク石などいろんな鉱物が採掘されたんです。このクジャク石というのが先ほど言われた銅とは違う産物ということだと思うんですけれども、はい、どういったものが取れたんでしょうか。そうですね、六章というものが取れたんですけど、その六章というのはいつから採掘されたかは明確ではないんですけど、江戸時代には全国的に有名になりました。ここの六章が、はい、滝の下六章と言って、六章について詳しいことを館長さんにお話ししていただきたいと思います。はい、ここの展示は、岩絵の具を、展示をしています。この、岩絵の具というのは、鉱物から、作られた、顔料、です。ここの、資料をご覧になって分かりますように、この絵の具は、緑色をしています。これは、この銅山で取れる、銅鉱石の一つである酸化銅鉱石、特にその中でも緑色が濃い石をクジャク石と言いますが、それを微粉末にしたものです。この絵の具は歴史書にも現れてくるように、もう古代から生産をされていたものなんですが、長登りでは江戸時代、特に7県の業者によってたくさん製造をされ、遠くは江戸、あるいは関西、こういった地域にたくさん行商され、年間5000両の売り上げもあったというふうに言われています。とても高価なもので、ここに包みもありますが、一つ包み一斤という単位、約600グラムなんですが、それで約当時の江戸時代の、流通価格で、小判1枚1両ですね。ですが中には、いろいろな、色目があって、長登りでも、10種類の色目の、岩絵の具があったと言われていますが、あそこのサンプルの一番濃いコバルトブルーの群青色、この岩絵の具になると約10倍の価値、そうするとこの一つ積みで今の価格でもう100万を超えるぐらいの価値があったと言われています。こういった資料はその7軒の業者のご子孫が今長登りに現在も2軒ございまして、そういった納屋の中に保管されていたもので、たくさんの製造道具、あるいはこういうふうに今でも販売できそうな製品も残っておりました。現在ではこの岩絵の具、主に日本画の画材として使われていますが、昔は家の壁の中にもこういうものを塗り込んだりする、そういう使い方がされていた、とても貴重な資料です。皆様のお宅の、掛け軸の中にもこの岩絵の具を使ったものが、あるかもしれません。ご覧になってください。